ゴの長さ、ゴの長さ、ゴの長さ、ゴの長さ。三、はい、一、二、三、四、五、三、はい、一、二、三、四、五、ゴの広さ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 。三、はい、一、二、三、四、五。三、はい、一、二、三、四、五。五の大きさ、五の大きさ。お前わざとやってるね。五の大きさ、五の大きさ。じゃあクイズです。早手競争です。はい、丸はいくつあるでしょう。四。何？四。これ四じゃないのよ。じゃあ数えてみる。三、はい、一、二、三、四、五でしょうか。だだよなんて言ったやつは。四じゃないのこれは。いいな。隠してるもん。そんなことはもう先を読みなさい。だって先読むの得意なんだろ。はい、これは。四、五、六、五、四、五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 、何？五、五、五。お前鋭い。なんだってこれ。五。五じゃないって数えてみる。三。何？四？ねえ、あんた素直にいい心してる。三、はい、一、二、三、四、四じゃないか。隠してる。またそう疑っちゃダメよ先生よ。知ってるもん、ちょっとだけ見えてるもん。じゃあいくつ？五。五。じゃあ数える？三、はい、一、二、三、四、五、六、七じゃないかお前。よく見ろお前。じゃあこれはなんだ？何？五。なんだい、なにこれ、数えてみよう。六？四。よくわかったな、お前。何？何？六。五？四。これ五じゃないで数えてみようか、三。はい。一、二、三、四、四じゃないか。何？ねえ、な、何？だからこれは四だってば、数えてみる、三。はい。一、二、三、四じゃないの。じゃあ数える？三、はい、一、二、三、四、四じゃないのこれ。どうしてこれ僕になるの？そういう風に人を疑っちゃいけないのよ。これは？四、四、四、五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 、何ですかこれ？五、じゃあ数えてみようか。三、はい。一、二、三、四、五、六でしょうか。これはいくつでしょうか。これは難しい。え？何？八。何？八。八。四。十。何？四。四？本当に四？これ四じゃないもん。五。じゃあ数えてみるよ。これ四じゃないもん。三、はい。一、二、三、四。いくつ？四。四じゃないのこれ。いくつ？四。折ってあるな。しかも折れちゃったのねこれ。三、はい。一、二、三、四、五、六でしょうが。最後の問題は難しい。これは4。何？4。5。なんだ？5 4 4。いろんな意見出ましたね。今度は折ってない、折ってない、折ってない。7。鋭いね桜田くん。じゃあいくよ。5 5 5か。小山くん鋭いね。じゃあいくよ。3、はい。1 2 3 4 4でした。全然みんな当たらないじゃないの。だって読んでるからだ。隠してた。だってあんたたちいつだって先を読みすぎるから先生だって先を隠してやったのよ。じゃあいくよ。長さは数えることができます。上と下どちらが長いですか？上。じゃあ数えてみましょう。いいか？ BW の人は1、2、3、4って言うんだぞ。腹に力入れろ。赤ちゃんは1、2、ふたち、みちゅ。何そんなに嬉しそうな顔してるの杉浦君は。違う。思い出したの？
かね。違う、林先生が思いついたんです。僕も覚えてるよ、赤ちゃんの時ね、ママのおっぱい飲んでた。あの頃は楽しかったな。僕は楽しくなかったです。んて、じゃあ行くよ。長さ、BW の人は違うよ。ママのおっぱい飲んでる人はそういう言い方していいけども、 BW の人は1、2、3、4って行くんだぞ。3、はい、1、2、3、4、5。5の長さ、5の長さ。3、はい、1、2、3、4、4の長さ、4の長さ。さあ、これどっちが長いでしょう。ピンクと薄緑の、ピンク、ピンクの長い。ほんとピンクさんの方が長い。じゃあ数えてみるよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7。7の長さ、7の長さ。じゃあ今度こっちいくよ。3、はい、1、2、3、4、5、6。6の長さ、6の長さ。じゃあ今度これはどっちが長いでしょう。ピンク。だんだん難しくなりましたね。ピンク、うん、本当？じゃあ数えてみようか。3、はい、1、2、3、4、5、6、7の長さ、7の長さ。じゃあこの子行くよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。あれ、こっちじゃない。緑の、緑って言った。あんた緑言った。本当？じゃあもう一回ピンクの方数えてみるよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7の長さ、7の長さ。じゃあ今度こっち行くよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。8の長さ、8の長さ。長さも数えることができます。じゃあピンクとブーグリーン、どっちが長いでしょう。グリーン。どっち？皆さん、どっちだっけ？グリーン？グリーン？ピンク。意見分かりましたね。グリーン、グリーン。じゃあ数えてみるよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7の長さ、7の長さ。じゃあ今度こっち行くよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。8の長さ。ピンクの方が長かったです。高い低いもね、数で言うことはできます。こっちは数えてみようか。3、はい、1、2、3、3、はい、1、2、3、3の高さ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 。1、2、3、はい、1、2、2の高さ、2の高さ。緑と黄色どっちが高いでしょう。緑。じゃあ数えてみるよ。3、はい、1、2、3、4、4の高さ、長さじゃない、僕、高さと言ってみよう。3、はい、1、2、3、4、3、はい、4の長さ。長さじゃないって、高さだから、お前は。今日はないから、まあ、やめとこうな、暴力は。3、あんた今日ほっぺた素敵ね。温泉でも行ってきたの。3、はい、1、2、3、4、4の高さ、4の高さ。じゃあ今度こっち行くよ。3、はい、1、2、3、4、5、5の高さ、5の高さ。ねえ、黄色が高いってことは分かるの、先生だって、うん、だけど高い低いだけじゃいけないのよな。それを数で表す、それが大事なとこなんですよ。一緒にいきますよ。3、はい、1、2、3、4、5、6。6の高さ、6の高さ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7の高さ、7の高さ。今度こっち、同じ、ほんとこれ同じかな。じゃあ黄色数えてみるよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。大体今8いったやつ、前か。今度見てなかったらほっぺたチューチューチューよ。いいね。僕のチューってどんなチューか知ってる？知らない。女の子もみんな嫌がったの、昔。まずね、トッピングがいっぱいついてるの。それにね、鼻くそをつける。鼻くそで、目くそもつける。で、耳くそもこうつける。そしてほっぺたにチューするから、みんな女の人が逃げてったの。あんたしてあげようか。いや、僕ね、絶対耳くさいね。んそれは匂い嗅ぎます。まあいいや、行くぞ。あの、
武田さんのようないい子にはしないからな。ああ、いや、してやりてえ。